大韓医師協会は28日、韓国政府が選考委と大韓医師協会をそれぞれ告発したことを公権力の暴挙と規定し、態度を改めなければ9月7日から無期限ゼネストに突入することを決めた。チェデジプイ協会長はこの日、ソウル市ヨンサン区の協会会館で記者会見を開き、こうした内容を盛り込んだ一重引用府反医療会4大悪組織闘争特別委員会一重引用府の論議結果を発表した。チェ会長は保健福祉部が選考委10人を告発し、最近、公正取引委員会に告発したことは公権力の不当な暴挙であり、利用可能なすべての方法を動員して対応すると批判した。続いて政府が速やかに態度を改めることを要求する。我々の要求が受け入れられない場合、9月7日から第3回全国医師ゼネストに無期限の日程で突入すると付け加えた。